バインダーとは、主に米や麦の収穫作業で使用される農業機械の一つである。収穫期を迎えた作物の刈り取りと結束を同時に行うことができる。バインダーは、語源的には結束機の意味だが、刈り取り機から発展した機械であり、必ず刈り取りの機能も持っている。単に刈り取り機とも言う。自立型コンバインの普及による、 省力化が著しいが、面積の小さな補助やあぜ道の狭い補助、天日干しにこだわる農家などでは、現役で使われる。また、自立型コンバインと比較すると、能力は大幅に劣るものの価格が大幅に安いため、小規模の農家で使われていることがある。小型一畳狩りバインダーバインダーは、その機能から動力り取り結束機とも称される。 この農業機械が登場する以前は、人が鎌を用いて手作業で、刈り取り作業をする必要があったので、収穫期の農家は大変多忙であった。そこで、明治時代、西三河で刀鍛冶をしていた山下常吉が、地元の農家のためにエンジンを動力とする稲刈り機を開発したところ、農作業の負荷が軽くなり、収量が増加し付近の農家へ広まっていった。 ガソリンエンジンを動力とし、稲や麦を往復運動をする葉で刈り取りながら、連続的に結束作業をする、この画期的な機械は、昭和30年代後半に歴史の舞台に登場しその後、日本では広く一般に普及し、より効率的な収穫作業が可能となった。バインダーは、それから今日まで数多くの改良や工夫が行われてきたが、その基本的な原理に、 大きな変更はない。バインダー用アサヒモバインダーは、大まかに言って、引き起こし部、刈り取り部、結束部、走行部から構成される。作物が直立した状態であれば、その刈り取りは容易であるが、台風や長雨で倒伏している場合には、引き起こし部が作物を機械で刈り取れる状態にまで、引き起こす役割を受け持つ。 仮取り部は乗数によって選択するが、バインダーでは1乗用内し2乗用のものが普及している。中には3乗のものもあるが、一般的ではない。結束部では、銃と紐やサイザル紐、あるいは合成紐で一定量の束ごとに結束をした後、自動的に排出する。走行部はバインダーを移動させるための装置で、一輪式、または二輪式となる。装着される。 タイヤの仕様には溝が浅く一般的な関連用と特殊なパターンを持つ幅広の出電用がある。エンジンは高馬力のものが採用され4から6馬力程度の空冷4サイクルガソリンエンジンを搭載することが多い。ありがとうございます。